どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日の主役をねご紹介していきましょう。僕も大好きなあのテーマなんですが、アーカナイトマジシャンなんですよ。本日はこれです。浜同士アーカナイトマジシャン。アーカナイトマジシャンにね、カラーボールをぶつけますと、こういった、アーカナイトマジシャンに変身できるっていう、まあ、そういうモンスターでございましてですね、まあ、あのおさらいをしておくと、アーカナイトマジシャンっていうのが、まあ、どういうモンスターか、これですね、カウンターシンクロ召喚に成功すると、カウンターを2つ置きますと、魔力カウンターを自分にで、カウンターの数かける1000ポイントアップしますよ。で、カウンターを1つ取り除いて、相手のフィールドのカードを何でも1枚破壊できますよっていう効果を、まあ、一応カウンター乗ってる数だけ使えますよという効果で、以前ね、あの出たこのこっちの、あのカラーボールは、こっちのカラーボールは、バスターモードをアーカナイトマジシャンに打つと、変身できるよっていうモンスターで、こいつはカウンターがまた2個置かれて、特殊召喚成功すると、で、カウンターを取り除くと全部っぱしますよっていう、相手フィールドのカードを。相手のヒットのカードをなんかサンダーボルトとハーピーのハルボークするっていうね、非常に強い、効果となっております。まあ、相手のフィールドだけ全部ぶっ破っていく。で、こいつが破壊されると、アーカナイトを出してきますよっていう。で、何回も言ってるように、こいつが破壊されて出てくるアーカナイトマジシャンは、特にカウンターが乗るとかないので、バニラの400、1800っていうモンスターが特殊召喚されますよっていうね、そういった非常に可愛らしい、効果となっております。これさ、マジで何回も言ってるけど、これ選ったかけてカウンター乗せろ、特殊召喚したアーカナイトに。何してんの、頭おかしいだろ、これ作ったやつクビだ。で、今回の、この浜同士アーカナイトマジシャン、これは御用エンペラーの時にもやりましたけど、これ、ね、ミラクルシンクロフュージョンっていうね、このカードで出せるんですよ。シンクロフュージョンで、シンクロモンスターを含む融合際を墓地とかフィールドから除外すると特殊召喚できるよ。で、浜同士の覇王はね、覇王色の覇気をまといし、アーカナイトマジシャン、この覇王は、魔法使い族、シンクロモンスターと魔法使い族モンスター。つまり、結構簡単に、そのアーカナイトマジシャンが出せるギミックであれば、アーカナイトマジシャンと、この魔法使い族モンスター、まあ、今回はこの、黒翼の魔術師っていうモンスターを入れてるんだけど、このモンスターを除外してあげると出せますよっていう。で、効果、このカード融合召喚、でしか出せませんよ。で、このカードが融合召喚に成功した場合に、また魔力カード2つ置きますよと。でね、今回ね、ちょっと打点が高いんですよ。1400っていうね。ちょっと高い。500ずつ上がるんですよ、打点が。アーカイト400、バスターが900で、浜同士が1400ってことで、500ずつ控えめにね、打点が上がっているっていうね、かわいいね。で、効果、これね、これデザインミスなんだけど、まあ、とりあえず打点は1000アップしますよっていう、カウンターの数が1000か、1000ね。でね、1ターンに1度、自分のフィールドの魔力カウンターを1つ取り除いて、どっちか使いますよ、カードを1枚破壊するか、デッキから1枚ドローするか。これね、1ターンに1度っていうね、効果ついてるんですよ。これね、なんとですね、効果がですね、弱くなります。こんなことありますか、皆さん。こんなことありますか。アーカナイトマジシャンは1ターンに1度っていう制限はないので、まあ、特殊召喚に成功して魔力カウンターが2つ置かれるんですけど、2枚破壊できるんですよ、カードを。これは1ターンに1度って書いてあるんで、なんとですね、カードをね、アーカイドマジシャンは最大2枚破壊できたんですけども、こいつはですね、1枚破壊することしかできないんですよ。まあ、もちろん1枚ドローするかどっちか。1枚ドローするか、1枚破壊するかどっちか。どうですか？かわいいでしょ？かわいくないですか？これ考えたやつクビだろ。これ考えたやつ、俺頭おかしいと思ってて。これ考えたやつマジクビじゃねって思ってるんだけど、まあ、そういうモンスターを今回は全力で活躍させていくっていう、そういうデッキね、なっております。で、まあ、ギミックとしてはですね、以前カラーボールバスターをやった時に使っていた、結構ギミック気に入ってるんですけど、ネオスで、これあの黒翼の魔術師を墓地に落として、でこれバスターモードって書いてあるんですよ、あのテキストに。なんでこのリフレクターで、あの蘇生できるんですね、レベルを変えながら。なんでこいつのレベルを、3個上げながら特殊召喚して、でサイキックリフレクターとシンクロすると、このアカレートマジシャンとかエヴァリーになれるっていう、そういうギミックになっております。で、宇宙の法則にして、まあ、こいつを引きやすいようにね、
で、まあカナディアチョコの人が会費のための清掃とかいう感じですね、ギミック的には。はい、以上。非常にね、可愛いんだよなこいつ、可愛いんだよ。なんか効果弱くなってるけど可愛いんだよ、好きなんだ俺こういうモンスター。早速ね、浜同士赤沼ちゃん活躍させていきましょう。デュエルスタンバイ、さあ行くぜ。俺のアーカライトたち、行け。リューマンドの守護者を攻撃表で紹介し、リューマンドの守護者の効果発動。この黒曜の魔術師とかいうなんか全然いらねえモンスターを捨てて、ネオスフュージョンをデータに加えていく。そして、ネオスフュージョンの効果をそのまま発動。ネオスフュージョンの効果によって、墓地に叩き落としていくのはネオスと、そしてバスタービーストとかいうなんか全然いらねえモンスターを叩き落としていけばいいんじゃないこれは。行け、ブレイブネオス融合召喚。カードを2枚セットし、ターンを終了。しゃあかかってこいやこんなドヤ顔で言ってっけどよ。あ、ゴールデンやべ、害悪の匂いしてきた。これなんだろう、スキル。あーんと、なんだこのデッキ、意味がわかんねえ。どういうこと、ゴールデンレディバグなんで入ってんの。魔法使いじゃねえのかな、マジシャンガールじゃねえのかなこれ。30枚芝刈りっぽいけどなこれ、違うんかな、わかんないな。清掃か、まあ、とりあえずバトルしていく。で、これぶん殴っていく。で、まあ、ガール効果で墓地の、魔法使い蘇生して攻撃力を半分にしながらそいつにバトルするみたいな。ぶんだる強っ、ぶんだる強っ。清掃でネオスだけ守っていこう。ネオスだけ分断から守っていく。分断とかいう陰キャカードを使われていく。しっかりと。で、こいつは死んでいく。あ、でもちょうどよくね、この1000ダメージ食らえたわ。1000ダメージ食らえたんでちょうどいいっす。で、こいつはぶん投げていきましょう。いけ、ほら、いけ、ターン終了。よし、さあ、あとは俺は次のデッキトップでサイキックリフレクターっていう最強のモンスターを引くだけだ。しょ、分からしてやる、最強モンスターで分からしてやる。ゴールデン、なんでそのカードいっぱい入ってんの、これ何のデッキわけがちょっと理解不能、ちょっとわかんない。どういうこと、なんかすごいさあ、なんか相性がいいのかな、これゴールデンレディバグって何かと。ちょ、わかりませんね、これなんで入ってるんでしょうか、ゴールデンレディバグさんが。ちょっとマジで謎すぎて逆に怖え、来たこれ、謎すぎて逆に怖いパターン。アレイスター、なるほど、アレイスター強えな、アレイスターは強いぞ。アレイスターやばいな、次のターン、ちょっと次のターンまで持っていくと俺負けそうやから、まず宇宙の法則で、サイキックリフレクター攻撃表示召喚、サイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを手札に加えていく。そしてサイキックリフレクターの効果発動、サイキックリフレクターの効果によってバスターモードを相手に見せつけ、墓地の黒翼の魔術師をレベルを、3つ、レベル3やから、3つ上げて特殊召喚。そしてレベル6魔法使い族モンスターにレベル1のサイキックリフレクターをチューニングし、シンクロ召喚。魔術師の魂は交錯し、神秘の扉は開かれる。魔力暴走、シンクロ召喚、現れよアーカライトマジシャン。そしてアーカライトマジシャンの効果発動、カウンターを1つ取り除き、相手のフィールドのカードを1枚選択し破壊していく。デモリッションマジック、いけバトルだ、ほらダダカルー、バジュラー来たー、バジュラっていく、バジュラっていく、バジュラ、これインチキドローか、なるほどな。これ殴っていく。このターン気づけない、バスターモードする必要性はないな、ないわ。ターン終了。インチキドローちょっと強そうだなこれ。ツードロー来た、ほらほら、インチキドローがね、今結構ね、話題になってるのはね、インチキドローサンダードラゴンってのが聞こえるのが割と強いっていう話題になってまして、まあ、デッキレシピね、よかったらディスコードから見てください。サンダードラゴンのチャンネルに貼ってあると思います。召喚師アレイスターいいよ。召喚師アレイスター多いよ。まだいいね。召喚師アレイスターで召喚魔術した瞬間に清掃しよう。わからせよ。これ、禁じられた清掃っていうね、カード。いけー、おらー、召喚師アレイスターを選択し、このカードは、ターン終了時まで魔法カードの効果を受けなくする、つまり召喚魔術で融合することはできない、そのモンスターを。強い、
これがね、一応清掃が結構召喚獣メタみたいな話にもなっていて、でそこなしカナディア対策にもなると。あ、来た、やべえの、やべえやつ来た。アーカイトマジシャンの効果デモリッションマジック、ほらー、しゃあ。そしてバスターモードの効果発動、フィード上のアーカイトマジシャンをリリースし、デッキよりアーカイトマジシャンスラッシュバスターを特殊召喚、しゃあ。そしてミラクルシンクロフュージョン発動、墓地のアーカイトマジシャンおよび魔法使いのモンスターをこのゲームが除外し、浜同士アーカイトマジシャン降臨、覇王入れよ。そして浜同士アーカイトマジシャンの効果発動、カウンターを一つ取り除き、相手の、フィールド上のカードを一枚選択し破壊していく、デモリッションハイパーマジックバトルだ。よらった、まだあんのかバジュラー、クソめんどくせえ、クソめんどい、まあ、ちょっと攻撃続けていく、インチキドロー強えんだよ、なんだかんだ削りきれねえ、やばい。これなんかゴールデンレディオが強いんだけど、なんかあの虫のせいでさ、あの金色の虫のせいでさ、あのジョルノ・ジョバーラさんのせいでさ、全然勝ってない、ライフポイント削りきれないっていうね。レディバグ強いすぎかこれ、やばい、最強の手札誘発だ、誘発かこれは、誘発じゃないな、最強のこの回復カードだこれ、やばい勝てないこれ。え、これこっからさ、俺マジカルチフュージョンとかされたら俺泣くんだけど。あー、オッケー、オッケー、それは問題はない。で、手札にはレディバグが2枚、大丈夫だ、オッケー。次はじゃあスラッシュバスターの効果をかっこよく使っていこう、スラッシュバスターの効果をかっこよく使っていくぜ。きたこれ、きたろ、カラーボールリミッター解放、おらー、バトルだ、さわれー、これは神ゲーだ、見てくれみんなこの盤面、これは神ゲーだ。さあお相手の方、20代選手よろしくお願いします。ユール3倍、相変わらずこいつイケメンだよな、20代ってめっちゃイケメンだよな、20代なんか、まあ僕は10代の方がちょっと若干間抜けな感じがして好きですけどね、どっちかっていうと。これネオスミラーですかね、ネオスミラーっていうか、まあ俺ネオスデッキじゃねえんだけど、これ愚かな埋葬として入ってるからよ、リンクス界最強の愚かな埋葬っていうね。リンクスってさ、愚かな埋葬するのにさ、なんかあれなんですよね、モンスターが2体も立つんですよね、リーマドの守護者っていう愚かな埋葬1と、あとブレイブネオスっていう愚かな埋葬2がいるんで、なんかね、愚かな埋葬を打つだけでモンスターが1800と2600の盾のモンスターが2体立つっていう、すげえ強いんですよリンクス界の愚かな埋葬。これ OCG でもね、見習った方がいい、これは OCG でもね、これ見習った方がいいね、これは。で、リーマドの守護者を召喚、リーマドの守護者の効果発動、手札からこれリフレクター、あ、いや、ネオスフュージョンでいいか、これは別にネオスフュージョンでいいわ、別に2回しねえし、2回融合しないから。で、ネオスフュージョン、あ、でもあれ、これあれか、ネオスフュージョンしてミラクルシンクロフュージョンサーチするっていうパターンあったな、これ。これあれかな、今のこれちょっとプレミアな、これ今のね、ちょっとごめん、もういいや、もうやっちゃうけど、これ多分今のは、リフレクター2枚も出ねえから、リフレクター捨ててネオスフュージョン、から、ネオスフュージョンからの、ミラクルシンクロフュージョンサーチの方が良かったかもしれない、これは。さすがに。普通にミスった。ごめん。あー、わ、強っ！ R、ライトジャスティス？ライトジャスティスはちょっと強えな。ライトジャスティスはやばい。ライトジャスティスは強い。セット、召喚エアーマー、エアー召喚、風男召喚、風男効果で手札に加えていく、風からの風、エアーエアー来た、エアーエアー、リンクスだよね、エアーエアーしかやることないんで、で、ネオスフュージョンの効果で、赤いから守っていく、よし、OK、沸かしていこう、ドロー行くぜ、あ、来た、あ、引いた、天才やった、で、サイキックネクターを召喚、リフレクターの効果発動。さあなんだ、そこなしかカナディアか、デモンズチェーン、うぜー、一
一番うぜえカード来た。今世の中で一番俺が訴えたくないカード来たわ。ちょっと400棒立ちきついよ。400棒立ちきついな。まあ、一応ネオスフュージョンがあるんで、まあ、まだ次のターンギリ死なないかなと思うんですけど、多分あれエアーマンですよね。エアートなんですか、エアートなんですかっていう話はあるな。エアーは召喚されるのは別に問題なくて、そこまで読んでいました。そこまで今読んでいました。ねえ、ネオスオッケー、ネオスオッケーで、それネオスフュージョン効果発動して破壊から守っていく。はい、でこれ殴ってくんねえかな。あー、やっと殴っていただける。ナイス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 。今ね、一番どうしようもねえのはあいつがあの石だるってことだから。でリフレクター召喚、リフレクター効果、バスビ持ってきて、でバスビ効果捨ててバスターモードをサーチしていく。そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけて、墓地の黒翼の魔術師をレベルを3つ上げて特殊召喚、そしてレベル6黒翼の魔術師にレベル1サイキックリフレクターをチューニング。魔術師の魂は交錯し神秘の扉が開かれる。魔力暴走真空の召喚、現れよアーカナイトマジシャン。そしてアーカナイトマジシャンの効果、魔力カウンターが置かれて、その魔力カウンターを取り除くことによって相手のフィールドのカードを1枚選択し破壊していく。この効果は1ターンにカウンターが許す限り何回でも使うことができる。アーカナイトマジシャンの効果、ほら、そしてミラクル漆器のフュージョンの効果発動、フィールド上のアーカイドマジシャンおよび墓地の魔法使い塚モンスターをこのゲームから除外し、浜同士アーカイドマジシャンを融合召喚。うわー、アーカイドマジシャンの効果、相手のカードさらに1枚破壊していく。おらー、カードを1枚セット、攻撃表示バトル、くたばれー、最高にかっこいいぜお前は。さあお相手の方、ダークシグナカーリー渚選手、ビュール3倍、リュウマドの守護者を召喚、リュウマドの守護者の効果発動、これはリフレクターしちゃっていいな。でネオス持ってきて、これ最初のね、初手でコズミックサイクロンがある場合はサイキックリフレクターサーチできるんで、次のターンのドローでスキルでね、なんでまあリフレクター捨てちゃってもいいのかなっていう感じですね。でターン終了で1体は殴ってほしい、リューマードは殴ってほしい、できればフォーチュナイト OK で、コーリング OK、 コーリング OK です。把握、まあまあまあ強いけどね、そして強いけど把握していく、強いけど把握していく、小槌打っていく。あー、これソリティアパターンか、なるほどね。最近結構ですね、話題になってんのはこれ多分ターン&リワインドじゃないこれスキル、あ違うのかな、あれなんですよ、ターン&リワインドでウォーテリーのレベルを下げるとレベル2になるんですよね、今だったら。だからターン、そのターンのそのターン数のレベルになるみたいな、選択したモンスターが。でそこでアイスミラーってのを打つみたいな、やっぱそうだな多分。進行キャンセル、なんかやべえ、なんかワクワクしてきたな、何が起きるんだ。でこれ通道杯でしょ、でこれアイスミラー、これターンリワインドじゃないだよね、ターンリワインドでレベルを2するんですよ、これウォーテリーをね。でそうすると、アイスミラーが打って、でデッキからレベル2の、同盟モンスター、レベル2の同盟モンスター、まあ、レベル4なんだけど、ウォーテリー出てきて、ウォーテリー通道をこれやばいよっつうの、これこれめちゃくちゃ強いんですよね、これめっちゃ強いんですよこれ。で下げんのかな、3456か、アスターダストチャージボールやから、これ結構ねソリティアがすごいんだよね。でこれもう1枚進行キャンセルあんのかな、でスタッチャージボールや OK で、ワンドロー入っていく、ワンドロー入っていく、でシンクロキャンセルパターンあるかな、あフォーチュンフューチャー、うまいね、うまい。で2枚ドローでシンクロキャンセル、やばい、引きられた、つえー、これやばいですよね、これこれめちゃくちゃやべえ。これなんかね、
最近結構割とこのギミック有名になってきて、デッキ引きだでばい。何が起きるんだ俺は。何が起きるんだ。急シンクロか。急シンクロ。あとカバーマンス。ええー。